ご自身の払いたい悪は一体何でございましょうかという質問をさせていただきます。いや俺もう本当面白くないなっていうのしか思い浮かばないんだよな。いや禁煙したいなとか、もう本当禁煙したいなとか、例えばこういうところに立ってて少しずつ治ってきてるんですけど、僕昔とかずっとこう動いてたんですよね。ずっとこうフラフラしてて治したいけど治らなかったんですけど、今だんだん治ってきてるし、まあ、こういうとこで気の利いたこと言えたらいいなとは思うんですけど、まあ、俺もう一発目に浮かんだの禁煙でしたすいません、ごめんなさい。やめたいんや。やめたいですね。何度もやって試みてるんや。もう何度もね、最長7ヶ月とかやれたんですけど現場で嫌なことあると吸っちゃうんですよねストレス発散ってことですね、それはね。なんかでもこの業界にいるとその喫煙するその時間がなんかこう打ち合わせの時間みたいな感じになったりするんですよね。だから昔僕も吸ってたんですけど今もうやめて、その場に行けない自分もちょっと嫌だったりするんですよね。そこでしか話されてない話を僕が聞けないじゃないですか。なんかこう寂しいなとは思いますよ。よくここ3人吸いに行ってるもんね。そうなんですよ、はい、僕だけちょっと仲間外れみたいになるんでそれはなんかこういいなって思いますね。でもじゃあ石田さんはなんかこうね、払いたい悪いこう癖とか今思ってることは何なんですか？そういう今みたいな癖とかでもいいんですよね。僕ね、食欲がすごくて、それがね結構ねなかなかこうお腹空いてなくてもちょっと食べちゃうとか、朝とかもねご飯3杯とか食べちゃうんですよ。それがね時々撮影に影響する時があってそれがなーっていうのはありますね。健康そうなのかな。朝から3杯も、そう夜とかもねちょっと我慢してるんですけど多分食べちゃうんですよね。その分動いてプラマイゼロにしてるんですけど、なかなかこうやめられない食欲っすかね。さあ大東さんいかがですか？僕はもう物忘れがとにかくひどくて、基本的に仕事以外のことあんまり何も覚えてない、すぐ忘れちゃうんですけど、それちょっとそろそろね大人やしねちゃんとしようかなと思ってるんですけど、いやこの間ね鈴虫寺、京都の鈴虫寺の住職に説法を伺う機会があったんですね。でその時にまあ節分って鬼は外福は内、鬼を払うと、それってじゃあ鬼とは何ぞや、赤鬼青鬼黒鬼黄鬼緑鬼やったかな。それってそれぞれ自分の中の業みたいな、なんか欲とか嫉妬とか妬みで怠慢な部分全部 それが鬼なんですって、うちの中にいるんですって。それと向き合ってそれを乗り越える、それを払うというか、まあ、受け入れてから乗り越えることがこの本来の節分の役割なんだよって言われて、あそうなんや、それを本来は毎日やらなあかんねんけど、まあ、1年に1回それをちゃんと考え直そうとっていうことを言われて、そうだから僕はその時に面倒くさがり屋なんですけどどうしたらいいんですかって言ったら、もうそんなこと考えてること自体がもう考えへんかったらええねんと、やらなあかんと思ったらパッと体が動かせばいいんやって言ってましたよ。いやありがとうございます。わかるっす。鬼は外って言いたくないですよね。そうだから客観じゃないのよ、はい、鬼は外じゃないの、ここにいるんですって。わかるですって。いいこと聞いたね、みんなね、今日ね今日節分ですからね節分ですから、はい、もういい説法聞きましたよね、ありがとうございます俺じゃないんだけどね鈴虫寺の住職やからそういうことらしいです、はい、20年後の自分へこうありたいというイメージ、なんかこう、まあ、願望ですよね、こんな人でありたいみたいな、はい、すごいまだつまんないですけどランニングとかしてたい、毎日週5、6できる人でいたい。でもおじいちゃんはすごいそう自分の祖父がもう90ぐらいまでもう毎日欠かさず常に走ってたんですよ。それって今思うと、いや毎日雨の日以外ですよ、必ず走ってたんで休まず、なんかそういう何かを続けられる人ってすごいなって思うんですね。しかもちゃんと距離走ってるんで、だからそういう何かをこう一つのことを決めたことをずっとコツコツ続けて、まあまあ54とかですけど、56かとかですけど、その20年後は。けどなんかこう今走ってたい、ちゃんと走れる人でいたいっていう、まあ健康でいたいっていうことです。まあはい。ランニングをしてる素敵なエイジを過ごしたい。はい。まあはい。ちょっと消化不良だと思いますけどね。いやいやまあ56ならまあいけるか。そうやな。吉平さんの年頃です。全然いけんな。ですね。さあじゃあ。さあ私ですか。僕は今俳優以外にも農業を少しやってて、だから20年後は今自分で農地っていうのは持ってないので、20年後はなんか自分の農地を持って農業もやりつつ芸能の世界でまあ俳優もやれたら本当幸せかなと思う。でまた20年後こうやってみんなで集まれたらそれはもう最高の幸せだなと思いますね。石田さんがこう作ったお野菜とかをみんなにこうね、そんなんやりたいですよね。夢ですね。すぐ叶いそうじゃないですか？いや結構大変なんですよね、農業ね。思うようにいかないんで、それが20年後はまあ、うん、形になってたらいいなみたいなのははいあります。叶いそうでございますね。はい。さあ、僕はそうですね。もうまず生きてたいっていうこととあとはまあ20年後やからもう子供もみんな成人してるんで、バンドやりたいですね、子供たちとはい、大東図みたいなダサいな、ちょっとダサいなでもまあ子供らと一緒にこう お父さんとバンドやろうぜみたいなことを言えて一緒にできてたら楽しいなとか思いますけどね。大東さんね、こういい感じでベースをビコビコ弾きながら。そうなんです、今なんか業界の化け物のような、ね、すごいモンスターバンドを今やってるんですけど、はい家族でもやってみたいなと思います。はい、大東図、ね、やめてください。それはちょっとダサすぎるな。ダサすぎるけど、でもまあちょっとそういうね、もちろんお芝居も続けたいですけど、そういう遊びにも本気で挑める60前ぐらいですよね。でいたいなと思いますね。